リザベス女王杯ジェラルディーナにつきまして斉藤隆調教師です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。まずは前走ボバ混合の実オールカマを見事に制しました。レース内容を振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、もうずっとオープン上がってからねなかなか勝ちきれないレース続いてたんで、まあ、たけし君とね点取りだったんですけど、まあ、思い切って競馬してほしいっていう思いはあったんで、まあ、本当その通りに乗ってくれましたし、いい勝ち方できたんじゃないかなと思いました。今オープンに上がってからなかなかという言葉、重賞6回目での念願の1勝、やはり特別な思いはありましたか。そうですね、去年連勝してねオープン上がった時にはね、まあ、今年はこのままでいろんなとこ勝てるかなと思ってたんですけどね、なかなかうまくいかなくて、まあまあようやく勝ててよかったなっていう気持ちですね。しかしまあその中でじっくりと力をつけて今回地場に臨みますが、改めて今回中6周になりますが中間の調整について教えていただけますか。まあレース終わって、もう気持ちも入りすぎちゃうんで、まあ一回しがらきにね放牧出してっていうのはいつも通りのパターンですし、まあ本当に放牧出してからもすごく順調に来れたんで、こっち戻ってきてからもスムーズに調整できてますね。スムーズな調整の中で、先週の一周前おきりについてお話を伺います。ダンの大成騎手を背に、シーウッドで単走だったと思うんですけれども、先週の稽古はどのようにご覧になりましたか。先々週が入ってきて一番最初だったんですけど、まあ、まだ少し重いかなというところあって、で、まあ、それで先週になったんですけど、まあ、先週はね先々週に比べたら反応も少しずつ出てきましたし、まあ、本当に順調に一歩ずつ上がってるなって感じだったんで、いい形で来れてるなというふうに思いましたね。そして今朝水曜日の最終追い切り、今朝もダンの騎手が鞍上だったかと思いますけれども、はい、同じく登録している両馬のソフトフルートとの合わせ馬でしたが、こちらについてはどのようなまずはテーマでの状況だったんでしょうか。まあ、先週でねある程度体も気持ちもしっかりしてきたなっていう部分あったんですけど、最後もうちょっとね合わせ馬しながら少し気持ち入れたいなっていうところあったんで、まあ、そんな全体速くなりすぎないような感じで、まあ、姉妹後ろが来た分だけ行ってもらおうかなと思ったんですけど、まあ、折り合いも良かったですし、並んできてからの反応やら動きやも、ね、すごい良かったんで、まあ、本当にいい形で調整を終えれたかなと思いますね。その終始先行して最後並ばれるところでもう一回突き放すというのもこれもテーマ通りというところですか。そうですね、まあ、後ろが、ね、結構追っかけてたんで、まあ、その分最後突き放す形になったと思うんですけど、まあ、後ろが来てねしっかり反応してくれたっていうところが良かったと思いますし、本当体の動きもね先週よりももう一段良くなったかなっていう気がするので、といい追い切りできたんじゃないかなと思います。お聞きしていると着々と一歩ずつ良くなっている様が聞いて取れるんですけれども、馬の方も本当に充実して馬体もどんどん増えて、こう食欲も旺盛なのかなと思うんですけれども、そのあたり馬体面ではいかがでしょうか。成長はそうですね、去年の4月にね、4月に石坂先生のところはね引き継ぎさせてもらってやらせてもらってるんですけど、まあ、当時はねまだ馬も若かったですし、結構馬房の中でもね調教しててもカリ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 するとかあって、なかなかね食べた分が身につかないところあったんですけど、まあ、年末から今年にかけてねだいぶその辺も落ち着いてきて、まあ、この夏越えてねさらに落ち着き出てきたんで、まあ、その分身になりやすくなっているのかなというふうに思いますけどね。レースについて伺います。阪神の2200というとこの2月に京都記念で4着という成績がありますが、この舞台への適性というのは改めてどのようにお感じになっていますか。そうですね、まあ、スタートしてから直線も長いですしね、まあ、最後も内回りですし、まあ、舞台設定自体はね本当にジェラルディーナに向くんじゃないかなというふうな気がしているのでね、まあ、京都記念使った時はまだ折り合いの部分とかもね少し半信半疑の部分ありましたけど、まあ、今はもう本当落ち着いてきてその辺の心配全くないので、なので時よりもうちょっと積極的にできるんじゃないかなと思いますけどね。今回は鞍上にクリスチャン・デムーロ騎手を迎える予定と聞いておりますけれども、クリスチャン・デムーロ騎手とは何かこうこの馬に対しての何でしょう、会話といいますか、何か言葉を授けたんでしょうか。いや特になんか必要な馬でもないですし、本当乗りやすくて、まあ、福永さんがね本当そういう乗りやすい馬にしてくれたんで、何もこう心配するとこないというか折り合いも大丈夫ですし、ただまあゲート出てからの二の足だけがちょっとないのでね、まあ、そこだけ言いましたけど、まあ、それ以外は何も心配することないかなと思っています。という意味では今お聞きしているとやはりレースのポイントは一つスタートということになるでしょうか。
そうですね、まあ、スタートとその後のポジション取りかなとは思いますけどね。先ほど馬体の成長についてもお話しいただきましたが、まあ、気象面などその他いろいろ含め、まあ、厩舎に来ておよそ1年半以上過ぎましたけれども、一番こう馬が成長した変わったところっていうのはどんなところになりますか？まあ一番はやっぱり折り合いの部分ですかね、調教に関して言ったら。やっぱり以前は結構ね、はみ噛んでっちゃうとこありましたけど、本当に福永さんがね、本当丁寧に乗ってくれて、折り合うようになって、その辺の心配が全くなくなったっていうのが一番大きいかなと思いますね。そしてこの厩舎に来てからはジェラルディーナにとって初めての重賞挑戦、あ、ごめんなさい、G1 挑戦となりまして、まあ、前走重賞も勝って機は熟したかなと思うんですけれども、改めてまあメンバーなどを見て相手関係見てみていかがでしょうか？そうですね、まあ、本当に G1 馬も出てきてますし、強いメンバー揃ってるなっていう印象ですけど、まあ、能力はね、全然引け取ってないと思いますし、ようやく G1 に挑戦できるなと、大阪杯と、ね、挑戦しようとしたけど、出れなかったり、去年の秋華賞も出れなかったり、まあ、そういうとこあったんで、まあ、本当、ようやく挑戦できるなっていう気持ちですね。ついにやってきた舞台だと思います。そして母ジェンティルドンナから応援しているファンもたくさんいると思います。ぜひとも最後にそんなファンへ向けて一言いただけますでしょうか？そうですね、本当にファンの多い馬だと思いますし、まあ、血統的にもね、本当 G1 勝って牧場に返したいなっていう思いも強い馬なので、まあ、馬もね、本当一戦ごとに成長してくれて、すごく良くなってきて、今は充実してるなっていう感じするので、本当いい走りしてくれると思いますので、まあ、ぜひ応援してもらえたらなと思ってます。楽しみな挑戦期待しています。私からは以上になりますが、その他に質問がありましたらこの時間にお願いいたします。よろしいでしょうか？では以上になります。はい、どうすいもありまがせとん、うごあざいりがまとうしございた。ます。先生どうもありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。